嬉しいんで、ついつい嬉しいランニングマンしてます。はい、これ絶対使われますよね。ありがとうございます。すいません、じゃあお願いします、はい、お願いします。フォトエッセイという形になります。ただ皆さんが想像しているなんかこうなんですかね、心にじんわりくる言葉とか、これからの皆さんの人生においてすごく参考になることが書いてあるかというと全く皆無ですねそれに関しては皆無です。はい、まあ、本当にその瞬間だけクスクスと笑っていただけたら幸せかなと。その瞬間だけ楽しんでいただければ。はい、なんか後々人生に役立つことはまた書いてあるんです、はい、コラムと写真なんですけれども、 EXILE のちょっとライブツアーの前にこうライブの前にお祓いを絶対するんですけども、そのお祓いの時にちょっといろんな珍事件があったのを、まあ、ちょっとこう書かせていただいたのがあって、これまあ玉串っていうところで文字ですか文字です写真じゃない文字です文字ですね、はい、あ写真も載ってましたあの写真もありますよ。せっかくね写真が載ってますもんね。そうですよね、じゃちょっとこれごめんなさい、ちょっとまあ雄大らしいというかすげえ簡単ですねこれ。ちょっとこういうのも、すいません、ちょっと見せてあげてくださいテレビ。あ、すいません、ありがとうございます。あ、明らかにシャッター音でこういうのを待ってたって、はい、すいません、ちょっと一回外しちゃいましたヒロさんにですね、実はここあの著者紹介というあの自分の紹介のところの文章をここいただいてます。おお、なんでこうヒロさんに自分のその人となりをこの、小さいですねそれは正直言うとあのヒロさんにも突っ込まれましたサイズ小さいなって、随分小さい これですねあ僕もこんな小さく仕上がってくるとはちょっと思ってなかった。さすがにヒロさんに渡すときちょっと気まずかったですか何にも言わないところ飛ばしちゃいますね。そうですよね、ヒロさん書かれてるんでここは放送してくださいここお願いします。ちょっとそうですね、高校生時代の時にちょっとこうお笑いがすごい大好きで、お笑いをやるか、ダンスをやるかみたいな迷った時期もあるぐらい好きだったんですよ、うん、でその時に一応お笑いユニットを組んでまして、あ、そうなんですか。そのユニット名が人生ほのじ組だったんですよね。はい、でも人生ほのじ組というユニットで組んでやってたんですけれども、まあ今本当にダンスを選んでよかったなと心から思っております。お笑いやんでよかったとか、いやー思っております。そんな才能ないのになんか夢見ちゃったりしてダンスを選んで本当によかったなと、はい、いや本当よかったですね。いや本当ですね、九死に一生得てたので、ね